令和3年5月6日、東京2020オリンピック聖火リレーが阿蘇市で行われ、市民らが沿道でランナーを出迎えました。午前11時から交通規制が始まり、スタート地点の阿蘇市一宮町宮地の熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局では、第一走者、2000年シドニーオリンピックのテコンドー日本代表で、阿蘇市出身、樋口清輝さんのトーチに聖火が点火され、正午に聖火リレーがスタートしました。阿蘇市での聖火リレーは、阿蘇地域振興局から阿蘇神社を結ぶおよそ 1.8 キロのコースを11人のランナーが走りました。そのうち3区を阿蘇グリーンストックの専務理事、桐原明さん、5区6区を阿蘇市立阿蘇中学校の制服をデザインした熊本出身のファッションデザイナー田山敦郎さんが務めました。最終ランナーは阿蘇神社氏子会長の正代勝久さんが阿蘇市門前町商店街で聖火を受け取り、ゴールとなる熊本地震で被災し復旧途中の阿蘇神社へ向かいました。阿蘇神社では大阿蘇御神火太鼓保存会による太鼓の音が響き渡り、熊本県のキャラクターくまモンや阿蘇市のキャラクター赤牛くん、阿蘇市長らが迎える中、正代さんが元気にゴールしました。阿蘇神社たくさん来ていらっしゃいましたが、その方々が阿蘇神社の復興の状況を見られてですね、あ、これはもう楼門はまだ道半ばかというようなことも感じられたかと思いますが、今後のご支援につながるのではなかろうかというふうに考えております。